にちは。改めまして東京ブラススタイルです。練馬アニメカーニバル2019、皆さん楽しんでますか？いい感じということでね、私たち去年に引き続き2年目の出演になりますが、今年もねすごくお天気に恵まれて、もう11月の中旬なのでちょっと寒いかなと思ったんですけど、結構お日様がここを差しててめちゃくちゃ暑いぐらいな感じですね。ヒートテック着てきた人はいない？大丈夫？来てきたよね。もう地獄のように多分その人たちは暑いと思うんですけれども、ぜひ皆さんも、私たちのステージ、体を動かしてね、声も出していただいて全然いいので、一緒に楽しんで盛り上がっていけたらなと思いますので、ぜひ足を止めて聞いていってください。さっき MC の方にね紹介していただいたんですけれども、私たち東京ブラススタイルは、日本人なら誰もが知っている国民的アニメソングをですね、このようにキーボード、ドラム、ベース、そして管楽器のサックス、トランペット、トロンボーンの計10人で、演奏をしております。国内外問わずいろんなところでパフォーマンスをしているので、もしね今日あいいじゃないのって思ってくださった方は、ちょっとチェックしていただけると嬉しいです。というわけで、早速次の曲いきたいと思います。次の曲ももう本当に日本の代表的アニメだと思います。私も漫画もアニメも全部チェックしているんですけれども、数年前に台湾でこの曲をやった時はおーって、もうみんなこのアニメ好きなんだなというのを肌で体感した曲です。アニメワンピースから We Are。
We Are をお送りいたしました。普通に全然違う曲を叩き始めてびっくりしたんですけれどもまあこれがねライブの醍醐味というか、後で、あ、これこの人やったんだなっていうのが分かると思いますのでびっくりした。みんなのびっくりが見えた。はい、多分皆さん私たちの、え、何やってんのこいつっていうのが分かったと思うんですけど、ちょっとおしゃべりをしたいと思います。この後ですね、私たち、次15時半からまたこちらのステージで演奏をお届けします。そちらのステージ、今やっているこのファーストセットとはまたね曲が違いますので、次も来ていただけたら皆さん楽しめると思いますので、ぜひ15時半からお願いします。で、ちょっとここで私たちバンドの宣伝をさせてください。来月12月22日、土曜日だったかな日曜日だったかな、どっちかなんですけれども、12月の22日池袋のスペースエモというライブハウスで私たち年内最後の、東京ブラススタイルワンマンライブを行います。でそちらですね、今月末にレコーディングがあるんですけど、アニメソングを集めた、レコ初ライブとなっておりますので、ぜひ皆さんに来ていただきたいです。次のステージでその中に収録される新曲もご披露しますので、ぜひそちらもご覧ください。12月22日池袋です。ちょっとぜひ皆さんスケジュール帳なんかあったらね、書いておいていただけると嬉しいです。それでは、次の曲をお届けしたいと思います。次の曲はルパン三世のテーマです。
やってたやつこれなんですけども、もう私たちのライブ終盤戦になってきたので、ちょっとここでね皆さんにちょっと参加してもらいたいと思います。次の曲は皆さんの元気なカウントで曲を始めたいと思いますので、私がワン・ツーって言ったら皆さんでワン・ツーワン・ツー・スリー・フォーと大きな声でカウントをしてください。ちょっとそこを協力いただきたいと思うので、ちょっと1回リハーサルいきますね。ワン・ツー皆さんでなんか口パクしてるように見えます。全然声が届いてこないので、もうちょっと大きな声でお願いします。もう一回いきます。ワン・ツー皆さんでワン・ツー・スリー・フォー、ちょっと出てきましたね。じゃあちょっとせっかく今日ここ練馬で演奏しているので、練馬区にお住まいの方でいきましょうか。練馬区にお住まいの方、ホームですからね、皆さん大きな声でお願いします。いきます。ワン・ツー、はい、ワン・ツー・スリー・フォー。あれ元気がないですよ、ホームなのに。じゃあ練馬区以外からお越しの方でいきます。ワン・ツー、はい、ワン・ツー・スリー・フォー。あ、若干こっちの方が元気がいいですね。アウェーなのにありがとうございます。じゃあ皆さんでいきましょう。このカウントで曲始まりますので、思いっきりお腹の底から元気にお願いします。いきます。ワン・ツー、みんなで。
ました。この後15時半からのステージもお待ちしております。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。東京ブラススタイルの皆さんでございました。では今一度盛大な拍手でお送りください。さあ、セカンドステージも楽しみにしています。ありがとうございました。